藤忍は、日本の歴史家、海軍軍人、東京裁判研究家、富山県生まれ、富士津八中を経て、1938年海軍兵学校卒業。戦艦、混合、従順洋艦、熊野、トネ乗組。1939年海軍練習航空隊、飛行学生。航空母艦、飛龍乗組を経て、1941年。 霞ヶ浦海軍航空隊司令所命含む。1944年海軍少佐。1945年台湾第29航空戦隊参謀。1946年第二副院省臨時調査部勤務。以後、法廷係として極東国際軍事裁判のほとんどを傍聴。この間、海軍少佐の経歴のため公職追放となる。 東京裁判の大半の審理を傍聴した意気承人として執筆、講演活動のため日本全国を精力的に飛び回り若い人々との交流にも積極的であった。その東京裁判に関する知識を駆使し、マスコミ、作家による東京裁判関係の取材にも応えた。市ヶ谷第一号館を取材した NHK の番組にも出演。山崎豊子。 二つの祖国執筆にあたっても、山崎に、東京裁判関係部分の描写について、助言を行った。同署、東京裁判法廷における元外務大臣、東郷持長の証言場面、傍聴席の最前列で連日、法廷記録をメモしている元海軍少佐とあるのは、藤のことを指す。ありがとうございます。